き漏らしたところとかはあっても大丈夫なので、あの途中でいろいろ質問とかもしていただきながら、あ、一応2時間いただいてるんですけど、あの1時間半ぐらいで終わるような感じで、コンパクトにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、私自身もこの、サウナでセミナーするのが初めてなんですけども、はい、まあ、こういうセミナーやってる人っていうのが世の中にそんなにいないとは思うんですが、ちょうどですね、こういうのをやるって言ったら、サウナ、なんていうんですかね、協会みたいな人から連絡があって、ちょっとあのサウナをもっと広めてくださいみたいな形で、今年はサウナーとしての活動もしていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんも今日ですね、サウナーになっていただいて、あの一緒にサウナの良さを広める一人になっていただけたらと思っております。はい、だけでですね、ちょっと自己紹介の方を先にさせていただきますけども、まあこれ皆さんもすでにあのご存知だと思うので軽くさせてもらうと、もともと横浜とか田町っていう東京の方で勉強カフェをやっていて、その後にですね、大阪に、まあ、赴任というか自分で独立開業して、梅田を2016年にオープンさせて、一応、まあ、大阪5年目となっています。もともとですね、このサウナにハマって、それで勉強カフェを思いついたので、サウナであの通ってなければですね、勉強カフェは私はやってなかったというぐらい密接につながっているものでございます。で、今年も継続してるんですけど、アウトプットチャレンジっていうのを100回やろうと思ってまして、一応これで大体21回目ぐらいなんですけど、今年中に大体70回ぐらいはやろうかなと思っておりますので、いろんなあのジャンルのセミナーやっていこうと思いますので、サウナ以外にもなんかこういうのをやってほしいとかあれば、あのどんどん言っていただきたいと思ってます。今考えているのが、私今禁酒中なので、飲み会じゃなくて飲まない会っていうのをちょっとやろうと思ってたりとかノンアルコールでやるとか、あとはサブスクリプションサービスっていう、まあ、あの月額課金制のいろいろ今流行ってますけど、 Netflix とか Amazon プライムとか、最近ではラーメンなんだっけ、豚野郎とかいうのが月8000円でラーメン食べ放題みたいなのをやったりとか、それサブスクリプション研究会みたいなの立ち上げようと思ったりとか、あとは、はい、これ結構あのホットワードなん で、あとは、自己分析研究会っていう、まあ、そういうのもやろうと思ってますので、またあのイベントの情報を見ておいてもらったら、興味あったらぜひご参加ください。じゃあ今日のお話なんですけど、一応大きく分けてこの4つで、5つのサウナの効果と整うっていう、まあ、タイトルもしてました、ディープリラックスというその状態についての説明と、あとは私があの注目しているサウナ紹介、サウナっていうんですね、あのサウナを入る人のこと、であとはベストサウナの紹介で今日は終わりにしたいと思います。で、今日のゴールとしてはですね、まあ、皆さんの今のサウナの捉え方が変わって、ぜひ1週間以内ぐらいにですね、近くのサウナに行ってですね、今日のちょっとあの学んだことをアウトプットですね、実践していただきたい。そして整う感覚っていうのを味わってください。これ本当に下手したら病みつきになって中毒者が出るぐらいのことなので、ぜひ私のようにですね、サウナによって人生が変わるような体験を今日、そのターニングポイントの日にしていただきたいと思っております。はいですね、もうそれで OK ですね。はい、じゃあ早速知っておきたいんですけど、私ちょっと先に結論っぽいことを申し上げますと、サウナこそが最強のソリューションであるというふうにちょっと言っていきたいなと。今筋トレこそが最強のソリューションであるっていう、テストステロンっていう筋トレ社長っていう人がいるんですけど、その人が言っている言葉を私サウナとして置き換えさせてもらって、その筋トレにはない良さがあると思ってます。それがですね、こう書いたんですけど、まあ、手軽であって低コストであっていつでも手に入る、まあ、先ほど松原さんがおっしゃいましたけど、まあ、お金はかかるんですが、筋トレとかに比べると安い。ジムとかって月8000、1万、2万ぐらいしますよね。サウナは月に10回行っても8000円いかないぐらいだと思います。1つの銭湯が大体600、700円ぐらいなので、まあ、安いですし、あとは筋トレのように自分に負荷がかかりませんので、リラックスしに行く場所ですから続けやすいんですよ。ちょっと私も筋トレやってるので分かるんですけど、今日いいかなっていう日結構あるんですよね。私の場合は勉強よりもさらにハードルが高いものが筋トレでして、結構そういう人もいると思うんですよね。まあ逆の人もいると思いますけど、勉強の方が辛いって人もいると思いますけど、そういったですね、
負荷をかける活動と真逆のものにありますので続けやすいというところです。でいつでも手に入るっていうのは今深夜の2時ぐらいもやってるサウナって結構あるんですよ。私は結構そういうところに行きまして後ほど紹介させてもらいますけど、自分が今日整えたいなって思った時にいつでも行ける場所でということで、自分の日常 の, もう一つ居場所が手に入ると思ってください。現代人は今ですね、情報の洪水に僕は溺れていると思っておりまして、選択肢のもう塊がそこら中にある。皆さんも経験あると思うんですけど、 LINE がブーブーになってしまったりとか、メール来たり電話来たりとかですね、今は先ほどちょっと伝えましたけど、サブスクリプションっていうサービスもあって、で好きな時に自分の好きなものを手に入れる、Netflix だったら、ね、好きな映画見れますし、 YouTube だったら動画を見れますし、自分で取捨選択をしてるんですよね。でそういった、なんていうか、喧騒の中にいる状態で、一つこう静かに自分を見つめ直す時間が手に入る、そのソリューションを提供している。これはもう全てのことにつながることなので、非常にいいものだということを先に結論としてお伝えしておきたいと思います。はい、と先に自分の話からさせてもらいますと、なぜ私がサウナにハマったのかっていうところで、大学の時にですね、特に2年生ぐらいの時に不眠に悩まされてたんですね。本当に寝れなくてですね、朝の4時まで気づいたら目開けたまま立ってたみたいな、本当にもう悩んでたんですよ、なんで寝れないんだろう。今から振り返ると、高校時代、中学時代って私ずっとソフトテニスをやっていて、で私ハマるとずっとそればっかやっちゃうんで、毎日ストローク練習やってたんですよね。試合ではそんなに強くなかったですけど、かなり疲れ果てるまでやっててですね、運動量が明らかに大学に入って低下してたっていうのが今振り返るとあるんです。だから体が全然疲れてなくて寝れなかったっていうのは大きいと思うんですね。であとは私ゲーマーなので、高校までは地元の群馬にいて、で東京、大学で東京行ってですね、一人暮らしで開放感に浸ってて、その時にウイニングイレブンっていうサッカーゲームとパワフルプロ野球っていうプロ野球ゲームを交互に夜中までずっとやってたんですよ。でゲーマーすぎて多分本当に外にも出ないし、なんかそういうちょっと神経がずっと高ぶった状態でいたということがありました。で悩んでて、なんかいいのないかなって調べてた時に交代浴っていうのを思い出したんですね。どっかで見たことがある、これは水風呂とサウナを交互に繰り返す、治療でも取り入れられている方法なんですね。なんで先ほどのちょっと水風呂つらいっていうのは ある種その治療だと思って捉えてもらうと少し変わると思うんですけど、血管の反応を強く起こして、副交感神経優位の状態と交感神経優位の状態を交互に繰り返すのがその抗体力なんですよ。リラックスしてると副交感神経が高まって、緊張状態になると交感神経が高まる。でこれって自律神経って言われる自分の対外的な変化に対応するための神経が働いてるんですよ。でそれを鍛える役割がこの抗体力にあるって言われてて、でちょっと私多分自律神経失調症気味だったと思うんですよ、その寝れないっていうのは。でそういうのもあってサウナに行けば鍛えられるんじゃないかなって、なんかもっと不動のメンタルを手に入れたいみたいな。で実際に考えてみると、その90度の場所から14度の水風呂に入るわけですから、結構その外部環境の急激な変化のトレーニングだと思ってるんですよ。そうすると確かに、でもなんか水風呂に入った時に寒ってなるんですけど、それをなんか何事もない顔で入ってるみたいなことをやってたら本当に鍛えられてきて、結構メンタルが安定し始めたりした、そういうのを実感として得て、あとはちょうど仲の良かった友人がサウナだったんで一緒に行ったりして、コミュニケーションの場にもなってて、不眠も治ってですね、自分のその人生がかなり快適になったという体験でハマりました。で、あとは独特の思考体験が得られって書いてあるんですけど、一応これは今後この後説明しますけど、先ほどの整うっていう体験をそこで初めて手に入れて、そこからもう10年近くサウナ通い週2、3ぐらいで行ってます。多い時は週4ぐらいで行ってます。はい、っていう感じですね。というところで、じゃあちょっと先に、簡単にサウナ知識のちょっとお伝えをしたいと思うんですけど、もともとフィンランドで発祥しまして、2000年の歴史を持っている人類の生活に根付いている活動でございます。フィンランドって結構寒いので、
こういうお風呂っていうのが求められてるんですけど、その中でもコミュニケーションの場になっている、取引先との接待をサウナでやるらしいです、うん、日本で言えばちょっと飲みに行きましょう、食事に行きましょうっていう感覚で、今日サウナ行きましょうって言って、でサウナで裸の付き合いをしてコミュニケーション深まるっていう、そのぐらい今フィンランドではメジャーですね、うん、で日本ではこの1956年のメルボルンオリンピックで、ここに書いてある木の実宇治俊さんっていう人が素晴らしいって感動して、東京温泉っていう自分で経営している温泉に取り入れたのがきっかけだそうです。だから日本では60年70年ぐらいの歴史があるっていう。で今この木の実さんの息子さんが今東京温泉経営されてるんで現存しております。私もちょっと今度行ってみたいなと思っております。で、3月7日はサウナの日ですね。37歳の人が無料になるらしいので、もし37歳の人これからなったらぜひ30歳楽しみにしておいてください、っていう感じですね、まあ、あとはサウナスパ健康アドバイザーっていう資格もできているので、サウナにハマった暁にはぜひこの資格も取ってもらえる、まだニッチな市場なので今のうちに取っとけばね、将来何かの役に立つかもしれません。はい、ということで、サウナの知識だけ先にお伝えさせてもらいました。これからですね、実際にサウナにどんなメリットがあるのかっていうのをエビデンスとともに紹介していきたいと思います。5つありましてですね、まず1つ目が先ほどもちょっとお伝えしましたけど、この血管の収縮と拡張の連続した作用が生理的に及ぼされるということで、まあ、治療にもなってますね、うつ病とか。やっぱりこれを別に病気の人じゃなくても日常に皆さん健常人の方も取り入れることによってかなり外部環境の変化に強くなります。これは非常に言えます。だから先ほど水風呂寒い、冷たいってあると思うんですけど、ちょっと耐えてみてください。でそれをいわば筋トレだと思ってください。その負荷をかければかけるほど強くなるっていうふうに思ってもらって、でその寒いってことに冷静にこういる自分に快感を覚えてください。そうすることによって例えばなんですけど、日常で急にか怒られたりとか、例えばですよ、変なトラブルが起きた時に冷静な自分がいることに気づくはずです。これをやり続けると、私は明らかにその変化があってですね、もう水風呂 の寒いっていうのに反応しなくなったところ、日常のトラブルにも反応しなくなったという、まあ、この相関性が見られたので、自分のメンタルトレーニングって思ってます。で一応医学的な観点というか、何ですかね、健康効果が、美肌効果とかデトックス効果とか安眠効果とかが一応あるらしいです。ただこれなんか言われてるだけでちょっと明確なエビデンスに持ってこれなかったので、ちょっとちっちゃく書いてます、はい、そういうふうに言ってる人がいるということです。冷え性改善とか思考の悩みとかね、はい、まず一つこれがありますね。で、一応、まあ、この医師栄一郎さんっていう人がその分析をしてたんですよ。まだ完全にメカニズム分かってないらしいんですけど、最強の温泉習慣という本を出されている方でですね、セロトニンとオキシトシンと血中のベータエンドルフィンが、まあ、結構その高まることによってその自律神経系と連動して、さっきのような前向きになるとか冷え性が改善するとか、そういうのがあると言われております。まだこれ明確じゃないですね。セロトニンというのは幸福物質と言われて、これが発せられると幸せの感じを得られたりとか、ベータエンドルフィンは快楽と言われてて、ランナーズハイの時とかにすごい分泌されるらしいんですね。一応そういうのがサウナによって出てるということで、まあ、カンプ摩擦とかね、そういったものにも近い効果があるということですね。だからまあサウナってなんか健康的なものでもあるというふうにちょっと今日は思っていただければと思います。で2つ目ですね、これもぜひ今日、まあ、覚えてもらうとこの後に活かせると思うんですけど、ヒートショックプロテインっていう単語で言われてまして、これは自分の体温を上げることによって活性化される細胞をですね、自分の中から出てくるものです。で一応この伊藤陽子さんっていう人が第一人者なんですね。で本を出してて、まあ、病気を必ず治すって書いてあるんですけど、がんとかにも結構いいみたいな、そのあんまり言い過ぎると多分その薬事法かなんかに引っかかるとは思うんですけど、ただ結構その統計的には優位な差を持って、このヒートショックプロテインが
いろんな面で作用しているということで、まあ、ここの人美容の人なので、まあ、結構肌にいいとかそういったなんかコラーゲンを修復するとか言ってるんですけど、それ以外にもいろんなエビデンスがあります。それがですね、一応これなんですけど、HSP、ヒートショックプロテイン、HSP っていうんですけど、それと免疫力の相関性を見たグラフがあって、加温していけばしていくほどその量が上がって、さらに免疫力も増えたというデータが出ておりました。マウスを直腸温度40から41度で30分全身加温した時のデータですね。あの体のなんか、平均体温を上げると病気が治るみたい な, なんかそういう説もいろいろあるじゃないですか。多分それはこのヒートショックプロテインが関係してるんじゃないかな。だからサウナでちょっと体が温まってきたら、今ヒートショックプロテインが自分の中に生成されてるなって思ってもらうと、よりこうなんか楽しいっていうか、ね、どんどんなんか自分の免疫力が上がってるみたいな思ってもらうと思います。でさらになんですけど、まあ、これもまだ完全なエビデンスになってないんで、なんかちょっと風波してて申し訳ないんですけど、一応その糖尿病患者に対しても効果が見られた。このインシュリンに作用するみたいですね。このまあ、熱ショックタンパク質ってちょっと書いちゃってますけど、これヒートショックプロテインですね。があの増えるとインシュリンの機能を助け、血糖コントロールができるようになる。で一応ラットでもそういったあの同様の実験を行って、治療ツールとしてもうサウナがいいんじゃないかなと今言われているそうです。おそらくもっと時代が進めばちゃんとしたエビデンスになると思うんで、まあ、一応こういう効果もあるなっていうふうに頭の片隅にでも置いといてもらったらと思います。であとですね、これが私はかなり自分の中で実感していることなんでお伝えしたいんですけど、さっき、まあ、選択肢の洪水に溺れてるってちょっとお伝えしたんですけど、その人間が今何もないという贅沢を味わえる場所なんですよ。タオル1枚しかないですからね、サウナの中には。デジタルデトックスっていう言葉を聞いたことある方もいると思うんですけど、やっぱりスマホを常に持っていると連絡の、ね、手段になってるんで、ね、反応しちゃうんですけど、サウナの中でタオル1枚過ごしてると本当にもう自由になった気分が得られる。でこの一応ここに書いてあるんですけど、鎌倉まで行ってこうやってわざわざあのデジタルデトックスツアーって言って参加する人もいるぐらい流行ってるらしいんですけどね。ただそれって結構日数も取られちゃうしコストもかかるんで、であればプチデジタルデトックスができるサウナに通った方が私はいいと思っていて、2時間3時間ね、その日の中に、まあ、サウナっていうデジタルデトックスツアーをですね設けてもらうことによって結構安心感ですね。ちょっと疲れたらあデジタルデトックスツアーサウナ行こうみたいな、そういう趣味生活の一部になるということ、私も実際これは思います。はい。とですね、4番目。これは別にサウナに限らないんですけど、一応マイナビのですね、データで男子392人、女性517人にどんな場所だったらアイデアが浮かびますかというアンケートを取ったところ、男女ともにですね、お風呂サウナが2位だったというデータがございまして、ぜひこういう観点からもサウナを捉えていただきたいんですね。アイデアを浮かべる場所、まあ、先ほどのデジタルデトックスによって思考がクリアになるんですよ。本当にやることがないというかですね、人間のその、思考の分析の中に全部決まりきったルーチンをやっている時にアイデアが浮かびやすいと言われていて、シャワーとか浴びている時もそうらしいんですけど、サウナって行って座って汗流すだけなんで、もうこれ決まってることじゃないですか。だからこの中でふとこう思いつくことがあるんですよ、通い続けてると。だから最初はそういう実感はないかもしれないですけど、そうなってくると私なんかはさっきの勉強カフェを思いついたのサウナの中でしたし、勉強カフェで今やっている取り組みも大体サウナで思いついてるんですよ。なんでなんか結構仕事だと思ってる最近サウナのサウナに行くことは出勤だと思ってるんですよ。出勤するって言ってるんですけど、でそれはストレス発散になるんですか。ストレスになるんですよ。ストレスも発散するし仕事にもなっていると最高の、はい、本当そうなんですよ。なぜならなんかサウナ以外で考えても思いつかなくてですね、10時間浪費するんですけど、サウナ行ったらなんかパッて思いついて、ビートルズの、ポール・マッカートニーだったかな、
イエスタデイっていう曲があるんですけど、あれもリラックス状態の中で思いついたって言ってて、朝起きたらできてたって言ってたんですけど、それも人間のこの脳波が影響してて、スーパーリラックス状態にあるとアイデアが浮かぶので、なんか仕事のちょっと課題とかアイデアクリエイティブ系のことをやってる方だったらですね、ちょっとこういう風なことがないかを分析してみてください。意外と思いついてるはずなので、振り返らないと忘れちゃうんですけど、ね、そのサウナで思いついたってことですね。なので、私もサウナ行こうかなって迷った日は行くことにしてるんですね。行くと、あ、やっぱ思いついた、行かなかったらこのアイデアに出会えなかったって思ったらですね、なんかもう使命みたいになってます、はい、こういう効果もあるということですね。あとはちょっとこれは医学的観点になってしまいますけど、これ統計 N 数がですね2000人なんですよね、うん、フィンランドの大学でサウナと認知症の関係を調べたデータなんですけど、週4から7サウナ利用する人、まあ、これかなり頻度が高いんですよね。認知症になるリスクが 66% 低下していたと、こういうふうなデータで、週 2,3 でも、認知症のリスクが確か 20% から 30% ぐらい低下してたので、何かしらこのサウナとアルツハイマー関係してるんじゃないかと思うんですよ。まあ、想像してもらうと分かりますけど、なんかサウナに行ってこう熱をねこう感じるっていうのは人間の活力を上げる気がしてるんですよ。やっぱり冬だとどうしても虫とかもね活動的じゃないじゃないですか。で、夏になると緑も豊かになりますし、やっぱ温度が熱いっていうのは生命の何かをこう引き上げる効果があるんじゃないかと私は思っております。はい、ということでこの5つがですね、まあ、サウナに行く、まあ、健康面とかのメリットでございます。まあ、こういうのを知っておくだけでも、ね、ただねちょっとリラックスするっていう意味だけじゃなくて、そのメリットがね思い浮かぶんで、まあ、あるある大辞典とかいう番組もありましたけど、あれも結局一つのものを取り上げてメリットをずらずら並べてそれをすごくこう崇拝するみたいな文化だと思うんですけど、一応サウナもそういう風にメリットをいっぱい上げておくとね、ちょっとなんか素敵なものに思えてくるっていう、まあ、そういう意味でちょっと挙げさせてもらいました。はい、じゃあ次ですね、ちょっと整うっていう感覚についての話をしたいと思うんですけど、これもう結論から言っちゃうと、これは皆さんが発見するしかないものなんですね。私がこうしたら整いますよっていうものではなくて、プロサウナーにもいろいろインタビューしててですね、読んだんですけど、それぞれ整うが違うんですよね。だからこれは答えを教えられないんですが、ぜひ見つけてほしい、そしてそれは素晴らしいという表現しかできないというものですね。ただその整うに近づくための手法というかありますので、それを今からご案内します。先にですね、その整うっていうのはどういう状態なのかをイメージしていただくために漫画をちょっとお用意したんですが、この田中克樹さんっていうまさにサウナ大使に選ばれている漫画家なんですけど、茶道っていう漫画出してました。私もこれ買って読んだんですね。その中にその整うがかなり的確に漫画で表現されているコマがあったので、それをちょっと表示したいんですけど、ちょっとこっち左から読んでほしいんですけど、まあサウナね入って水風呂を繰り返すとジーンと体がしびれてきてディープリラックスの状態がやってくる。血流が体中を駆け巡り脳に酸素が行き渡る。やがて多幸感、このセロトニンが出てますね。でサウナトランス、これがディープリラックスという表現のようです。でするとやがて訪れるディープリラックス、サウナトランスを体験すれば整ったってなってそれが中毒となる。あ、激しい大げさですけど、でも本当にこのぐらいの人もいるみたいですね。でそのメカニズムとして、先ほどの水風呂の話がありましたけど、水風呂に肩まで使っているおっさんはこの繊細な羽衣をまとっていたのかって、水風呂にちょっと耐えて入ってるとなんか体が保温機能で満たされてくるんですよ。でそうすると水風呂の冷たさを感じなくなってくる瞬間が訪れるんですね。なので最初ちょっと頑張る必要があるんですけど、ちょっと耐えてみてください。10秒がきついんだったら20秒やってみたい。で20秒でいけたら今度1分試してみてください。私なんかは結構2分ぐらい入ってるんですけど、結構平気になって最初ちょっと寒いって思うんですけど、そうするとこの多幸感の源泉になりますので、水の羽衣を装備してください。
で一応このトトロッターってなってる感覚、これが本当に中毒レベルで発症してる人もいて、サウナインタビューを読み込んだんですけど、本当になんか薬物中毒者じゃないかぐらいの感じで、なんかもうやばいみたいな、とろけるみたいな言ってる人が結構いて、でなんか本当にやばいものを手に入れてしまったって言ってたんですよ。これが合法でいいのかみたいなぐらいの人もいるらしいので、私はそこまで言ってないんですけど、もしかしたら皆さんの中にそのぐらいのなんか本当に若干感覚みたいな得られる人がいるかもしれないので、ぜひこういう世界があるんだというふうにちょっと覚えておいてください。で、その方法なんですが、一応私が実践している一例をちょっとご案内させていただきます。まずですね、お風呂に行って、先に掛け湯するんですけど、ちょっと書いてないですけど、掛け湯をしてある程度湿らした状態でサウナに、10分から15分入ってください。そしてその後に水風呂に、まあ可能な時間数でいいんですけど、私だったら1分ぐらい、はい。そして、外気浴を挟んでください。これが非常に大事です。水風呂サウナだけの人もいるんですよ。水風呂行ってサウナ、水風呂サウナ、私そうです、ね、あ、そのパターンですね。ぜひですね、外気浴を挟んでください、5分でもいいですし、まあ、長いと30分ぐらいで撮る人もいるんですけど、その露天風呂行ってですね、全てを忘れて椅子に座って空を見上げてください。でそれでボーッとしてるんですよ。でちょっと回復してきて、もう水も引いてくるんですよ、汗とか。そしたらまたサウナに入ってください。体が乾いてるほど汗が出やすいんですね。なんでその発汗作用も流せますし、でこれを3から4セットやるっていうのが一応私のやり方で、最後には私の場合は必ず温泉に入る。そのサウナだけでやってしまいますと、結構風邪ひくんですよね。医学的に言うと、なんか水風呂で締めるのがいいって言われてるらしいです。なんか血管がこう保温機能を保った状態で出ている。だから私それ信じてやってたんですけど、結構風邪ひく率が上がってしまいまして、やっぱり体の芯に温めてからね、出た方がいいと思うんで、まあ、それは皆さん の, その体調次第だと思うんですけど、ぜひ最後温泉で締めてもらってもいいかなと思います。体先にお風呂に入らない？お風呂に入らないですね。絶対サウナ、いきなりサウナ、いきなりサウナですね。で体はどうタイミングなのか、最初掛け湯して、掛け湯してサウナセットが終わって、温泉入り終わったんですね。まあだからそんなにゴシゴシ洗わないです。サウナで流しちゃうので、まあ掛け湯してればそんなに汚くない、うん、そうですね。これはまあでも一例ですし、なんだっけ、何としてあります。まあこのアルファ波やシータ波が出ている状態、先ほどお伝えしたけど、ランナーズハイの状態になっているのが手軽に得られるのがこのセットですね。で、私以外にもそのサウナのインタビューすると、永井勝さんという俳優、知ってますかね、イケメン俳優で有名なんですけど、あの人とかは5時間ぐらいこれをやってるらしいです。だからそういうスタイルも1日サウナ入りみたいな。特命係長とか、あ、出てました、ね、出てましたよ、ね、サウナのシーンありました。あ、本当ですか。それじゃないですか、まさにそうですね。結構有名人でも取り入れてる人多いです。で、まあ、これが一例なんですけど、私の場合は本当に今日はもうサウナの日だって決めて、本当に一日中サウナにいることもあります。最近ではコワーキングサウナっていうのができてですね、仕事も勉強もできるサウナがあるんですよ。ちょっと勉強会とあれですけど、まあ、僕はそこで結構一日中やってたりもするのは使い分けてもらえるなと思うんですけどね。お子さんをつけたい。そう、本当欲しいですね。いずれはスパ付き勉強カフェやりたいなと思ってますね。ご質問しいですか。はい、はい、最初って10分か15分もかける必要があるんですか。あ、これはですね、人によると思うんですけど、冬は結構このぐらいいけるから、寒いか ら, だから夏とかは7分とかにしてますね。な10分入るサウナで10分、はい、サウナ、はい、水風呂入って、水風呂2分ですかね、はいはい、それが1セット、それが1セットですね、あれ外気浴まで入れて1セットですね。そうそう、その時間は自分が苦しくなるまでって感じですか。あ、そうですね。もう とにかく苦しくても、あ、いや10分耐えろっていう、苦しかったら出てください、ね、ちょい苦しいまでは我慢してもらって、ちょい苦しい、はい、あと1分ぐらい、苦しいと思ったらあと1分で出るって決めて、だからもう数字見てて、ね、それはい、そのぐらいがちょうどいいと思います。決して無理はせずに、はいはい、
あの芸能人でも TOKIO の松岡君とかもサウナ入りすぎて倒れちゃったりとかあの西城秀樹さんとかもね結構なってましたから気をつけてください。あの砂時計とか時計は見ますか？あもし時計ついてなかったら、あ時計があったら時計見ますね、はい、あ時計はだから入った瞬間にあのチェックしてますよ。あ5って あれの見方がよくわかんない、ね、あれ12分計ですね。あの一周すると12分なので、5で入ったら10分だったら3のとこまで入るってました計算しないと。あそうそう、5で入って、10分やりたかったら3で出る。ああそういうことか、はい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 1その時計の1時の分が1分。あ、そうですね。1時の分が1分ですね。そう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 。で砂時計だったら3分計、5分計って多分分かると思うので、はいはいはい、そこはちょっと判断してもらう。たまにないところもありますけど。あ、時計自体が。ありますね。砂時計を持参するおじいちゃんとか。ああ、銭湯とか多いですね。銭湯とか。確かに。そしたらもう自分の感覚で、ちょっときつくなったら出るみたいな。きつくなって、ちょっと1分。でも一周。時計一周回ってれば12分はいいと思うんだよな、これぐらいは。そうですね。あの私も、まあ、経験したら10分ぐらいですけど、短いと7分ぐらいで出ちゃう時もありますし、それはその時の体調によって、まあ、皆さんに判断してもらうって感じですか、ね。サウナによって温度ちゃいますもんね。あ、そうですか。あ、そうです。だから、ひな場もどこに座るか問題みたいな。なるほど、なるほど。結構。確かに。なんか長く入るんだと下の方がいいと思う。確かに。それ単純に時間じゃないですか。確かにそうです。時間とあの段数で、うん、これあの変数と変わってきますね。あの上の方が暑いので、うん、しっかり締めたいときは上で、長引かしたいときは下。あ、私は基本的に最上段に行ってます、ね。はい、まあそんぐらいの刺激が欲しいので。はい、そうなんですよ。なのでまあ。そうですね、特に私なんか冬ですといきなりサウナに行くので一発目は結構17分ぐらい出ますね。結構この寒い状態に行くじゃないですか、はいはい、だからもうあったかいってなって最初の5分ぐらいなんかもうあったかいんですよ、暑いじゃなくて。だからその時に最初に温泉入っちゃうと7分ぐらいでいいかもしれないですね。もうあったまってるから大変だと思いますんで、ね、あと結構慣れてくるとあのサウナバトルを仕掛けられる時があるんですよ。あの結構先にこっちが入ってるやつで遅れて入ってきた人が明らかに僕を意識してるなって分かるんですよ、はい、こいつよりかは絶対に後に出ないです、はい、目とか目があったりするんですけど目は合わないんですけど、なんか意識してる感じがする。分かんないそれもちょっと楽しいですよ、ね、で僕は絶対に負けない。まあそういうのもあったりとか、まあ、無理しないで入ってきた。宮崎さんからよろしくお願いします。はい、はい、サウナ浴のところに水風呂も入っている。そうですね、サウナ浴、ここに水風呂、休憩とかに水風呂。はい、外気浴っていうのは休憩に入る。あ、休憩に、はい、休憩に、はい、外気浴が入ってます。あ、で、水も飲んでください。あ、はい、あのたまに水飲まないっていう人いるんですけど。あ、そうなんですね。水飲むんですね。あのサウナによっては水は飲まない方がいいっていう説も。結局汗とかって出ちゃうから意味ないじゃんっていう人もいるんですけど、それは水はやっぱ取らないとあの脱水になってしまうので無理は切るんですよ。水は飲んでください。水はぜひ飲んでください。そしてだからサウナ、水風呂、外気浴、これをセットでやってください。で、まあ、これを繰り返している時にそのディープリラックスが訪れる瞬間があるんですよ。プロサウナーの松尾大師、整え親方っていう名前で活動してるんですけど、この人が今日サウナパーティーとかやっててかなり有名な人なんですよ。で、いろんな経営者とか集めてサウナ一緒に入ってるんですけど、この人が外気浴がやっぱ一番メインディッシュだって言ってるんですよ。で、私もこれ同意で、実際にはサウナ入ってる瞬間じゃなくて外気浴の時に一番整うんですよね。あのまたちょっとそのメカニズムはこの後説明しますけど、やっぱりサウナで疲れて水風呂で引き締まって脳の状態がニュートラルになってるんですよね。そんな時に外に出て、まあ、空を見上げて星を見ながらですね、全て忘れて
解放感に浸ってる時に本当の自分が現れるんですよね。ちょっと意味わかんないかもしれないですけど、ちょっとこれ言葉になかなかしづらいと思うんですけど、本当の自分がいるんですよね、そこに。でもこの人もちょっと近いもの感じるなって分かるんですけど、この文章を読むにですね、休んでると体に残った少しの水分が気化して肌にくっついていた産毛が一本一本ピンピンと立ち上がり始めて、まるで自分の体を優しく筆で撫でられているような感覚になる。これがまさにその状態。タオルで拭くと、水分を取りすぎ、その気化する状態を感じづらいからあえて タオルでは拭かない。自然とこう気化する。で、真っ白になって、恍惚感と無を感じるって言われます。これがサウナ。なので、ちょっと外気浴の捉え方をちょっと変えてほしい。あの時が結構大事なので、ただ気張っちゃダメです。そんな感じ。普通の線の方が普通の線入って、はい、ちょっと暑いなと思って、はい、外出てだけでさ、まあ、なんとなく気持ちいいです。それがもう究極系。すごい。そうですね。そうですね。すでにそういうふうに実感されてるんですけど、それを、まあ、ある種人工的に作り出すみたいな、そのこの行為の中に組み込ませるですね。一応、まあ、外気浴が非常に提唱されているということを。と思ってもらって、それに近づくために私サウナフォームっていうのを提唱してるんですね。サウナをやる上での、 そのフォーム、打撃フォームとかあるじゃないですか。野球でもサッカーでもパスの仕方とか蹴り方あると思うんですけど、それに近い感じでサウナに臨む姿勢っていうのがあって、一応、マインドフルネスっていう言葉で瞑想のいろんなこうやり方があるんですよ。それをサウナにも取り入れてしまおうと思ってます。サウナに入ってひな壇に座って姿勢を伸ばし、背筋を伸ばして姿勢を正してください。で、まあ、時間確認して手を、まあ、自分のしっくりくる位置でもいいですし、こういった形で、ね、こうやってあぐらかいてやってもいいし、あとは瞑想みたいにこうやって瞑想の手をしてもいいと思うんですね。あとは目も完全に閉じずに半目開きの方がいいっていう説もあるんで、これは皆さんのその好みによって変わるんですけど、私は半目開き、これでアグラなんですよ。でこれを最初に入った時間を計算して、でずっと目閉じてるんですよ。で、まあ、5分経ったかなって思ったらちょっとだけ見るんですよ。で5分経ってたら自分の時間感覚が正しいかどうかをチェックできるんですか。その5分というものをちゃんと正確に捉えてもらいます。でこれをやってるうちに、なんかいろんな考え事がブワーって浮かんでくるんですよ。でそれをしかとしてください。ただ眺めて、あれやんなきゃ、これやんなきゃ、あれメール返信してなかったなって出てくるんですけど、それをしかとするんですよ。眺めてくって、そうするとなんかブワーってこう悩みが浄化されていくんですよ、こう上に。その神聖なサウナっていう木のぬくもりと熱い温度と汗の中に消えてきますんで。なのでぜひこの瞑想フォームで一度やる時間も取ってみてください。家で瞑想しててもいいんですけど、やっぱり裸でタオル1枚でやってると本当に何て言うんですかね、体が本能に近づく、科学的には言えないんですけど、なんとなくそんな感じがするんですよ。聖なる場所なんで、あそこおっさんいるんですけど、おっさんいるんですけど、あそこにはサウナの神が宿ってるので、すごいこうしてるんですか。こうやって、冗談でこうたまにいますよね、本当に。あ、やってんなと本当、冗談で。で、毎回やんなくていいです。そのサウナプロセスの中の1回だけやればいいと思う。僕も1回しかやんない。それ以外はもテレビ見たりとか、好きなように過ごしていたりとか。京都持ってられた時に、昔の風呂の見学ってあったけど、なんか、蒸し風呂でしたね。あ、そうなんですね。お坊さんが白い水の着て、中入って、座って、昔の頃は虫風呂だったり、しかも修行の一環。あ、じゃあやっぱりそうなんですね。うん、なんとなく近い。お湯もあったわけです。昔からお湯の風呂があったのに、なんか、お寺のお風呂っていうのはそういうものだったらしい。なるほど。ああ、じゃあ、
ちょっと僕も本能的に何かを感じちゃってそうやってた可能性がありますね。そうそう、あでそうなんですよ。だからあとはサウナマナーにもなるので、このしっかりサウナに向き合ってるっていう、なんかサウナでマナー悪い人結構いるんですけど、やっぱ皆さんにはぜひそうなってほしくないというかですね、あの綺麗にやっぱサウナに一礼するぐらいの感じで臨んでいただきたい。まあ、修行ですか。そう、修行なんで。あ、ありがとうございます。松本さんです。そんなにマナー。はい。マナーあります。あ、そうそう、マナーも必要です。します。マナー今知らずのうちにしてるかもしれないっていう。そうですね。そうですね。あ、マナーはですね、まず、サウナの中では、あんまり騒がない当たり前なんですけど、まあまあまあ、はい、サウナからすると結構なんか団体の学生とか結構来るんです、はい、いるじゃないですか、はいはい、あやっぱああなっちゃうとサウナの神に対して失礼なのでまず小声で喋るっていうのがまず一つと、はい、あとは水風呂は必ず汗を流してから入る、はい、これも大事ですね、はいはい、で、サウナに入室する前はタオルの水を絞って入る、びちょびちょの状態で入ると、あの床の敷いてあるマットが水浸しになっちゃって汚いの で、はいはい、でサウナパンツとかが用意してる場合は必ずサウナパンツをして入る、はい、あの清潔感大事なので、はいはい、まあ、その3つですかね、やっぱり重要なところっていうのは。だから友達と私も行きますけど、めちゃめちゃ小声で話しますし、ほぼ会話もしない、サウナ出てから会話します、ね、あとはあの雑誌とか持ち込んでる人もいるんですけど、あれもちょっと、いるんですか。あ、いや、そうです、皆さん大丈夫なんですけど、すごい、あれも本当は良くないですよ、ね、その雑誌がすごいですね。まあそうですね、カピカピになってますけどそういうのとかも、あとメガネも外してサウナ置き、ね、ありますからね、はい、あそういう、まあ、でも一番はやっぱりサウナへの姿勢、サウナに入るときにちょっとお願いしますみたいな、柔道みたいな、はい、感じ、道場に入る感じで今日もお願いしますみたいな感じ で、ありがとうございましたって言ってあのサウナに臨んでもらうとなんかこう気持ちいいですよね。サウナに入ってくるね、汗かくじゃない、はい、それ拭かないんですか。あ、それは別に拭いてもいいと思いますね、はい、あの拭くとまた汗が出ます、はい、はい、どうしてもらえる。僕は、しばらく放置してます、ね、あの流れ落ちる汗を見るのも一つの醍醐味だと思って、自分がこう、はい、生命なんだっていう、生命なんだって分かるんですか、本当生命なんだそう、ちょっとサウナのマナーについて話してみてちょっと進みました。そうですね、また動画とかでもお伝えするので、まあ、ちょっと途中からでも今からサウナで、あ、じゃあちょっと一応あの松本さんに、自己紹介をちょっとしていただいて、サウナ歴と勉強していることと、はい、まあ、今日知りたいことをちょっとせっかくなんで皆さんに、はい、あの、はい、すみません、松本潤と申します。松潤でいいと思います。あのすみません、ちょっと高速乗ってきたんですけど、お湯と間違えてめっちゃ遅れてたんです。正直ちょっと自分に対してイラッとくるんですけど、まあこの後サウナ行ってます。ありがとうございます。ごめんなさい、勉強してることですね。あ、僕はちょっと大学に入りしまして、まあ、医学の方を勉強してます。はい、でまあ、ね、せっかくなんでいろんなことを、まあ、勉強したいなと思って、こちらで、まあ、通ったり、まあ、頭に医学を勉強しに行きたいです。で、何ですか。サウナ歴と、あ、サウナ歴ですね、はい、今日知りたいこと、はい、あ、サウナ歴は、まあ、言うて昔は入ってたんですけど、あんまり長く入れないので、まあ、長くて5分、10分、うん、なんで、まあ、今日いろんなね、サウナのいいところがあるところ全部教えてもらって、もうちょっとイライラしてるんでこのサウナに来て、はい、落ち着きたいなと思っております。はい、で、知りたいところ、あ、全然、まあ、知りたいところ、とにかく、まあ、サウナのいいところ、はい、まあ、あの特にその、なんかちょっと今日毎日新聞見てたんですけど、なんかサウナの話があって、まあ、今ブームらしいんで、あ、本当に僕もそのブームに乗っかれるように、あの何分入ったらいいかとか、まあそのまあ、普通に体に対してどういう効果があるか、まあ、とにかく、ね、もう新井さんが教えていただけることを全部吸収して、はい、この後大統領行きたいと思います。素晴らしいですね。はい、すみません、はい、長くなりました、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。小松原さんと三宅さんと沼上さんでお送りしております。はい、一応今サウナのフォームの話をしていまして、
何でしたっけ、サウナのマナーか、マナーの話も今したところですね。なので、だっけ、そうですね、まあ、このフォームを取り入れることによって、サウナの心地よさが上がる、あそか、あと汗を流すかどうかでしたね。汗はやっぱりさっきの生命を感じるというのはちょっと大げさかもしれないんですけど、自分がその、なんていうんですか、老廃物を排出してるんだっていうふうに捉えてもらえれば、結構気持ちいいので、で、拭いたらまた出てきますので、ぜひ乾き切ったタオルで、拭き直してもう一回汗を出すっていう風にしてください。そしたら効率がいいんです。体は洗ってるんですか？最初、はい、掛け湯してシャワー浴びて、ああ最初、最初にもう全部流してから入りますね、はい、それもマナーですね、はい、たまに何もせずに入る人もちょっと汚いなって思っちゃうんで、はい、水はぜひかけてから入っていただいた方がいいですね。で、ちょっとディープリラックスになる理由を私なりに分析したんですけど、90度以上の温度を保てる場所ってサウナ以外ないですよね、世界に。多分溶岩の中とかそんぐらいしか多分ないと思うんですよ、実際に探そうって。そんな中で、水風呂に入るっていうのが急激な温度変化が起こることによってですね、体が持っている本来の生存本能を呼び覚ましてるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。つまり人間って生き続けたいっていう潜在意識が備わってるじゃないですか。で、90度の場所に行くと頭ではサウナって分かってても体はやばいって思ってますよ。この場所にいたら死ぬって絶対になるんですよ、体はね。でさらにそんな状態で水風呂に入って急激な温度変化に体がうわってなるんですよね。そうすると今まで隠していた人間の本来備わっている生存本能がブワーって出てきて、生きてやるってなるんですよ。これは私走馬灯の理論に近いと思ってましてですね、走馬灯の体験者に私いろいろ一回知り合いにいるんでインタビューしたんですけど、その人はバイクで事故って吹っ飛んだんですね、体が。で、その吹っ飛んでいる空中にいる間に今までの過去の現象が超スローモーションでブワーって出てきたらしいんですよ。で、いろんな走馬灯経験者に聞くとそれが起こってるらしいんですよ。なんか人間の脳って普段 3% ぐらいか 2% ぐらいしか使ってないらしくて、本気出したらめちゃめちゃこう回転するらしいですよね。時間感覚もゆっくりになるみたいな。まあ、そこまで行くのはちょっと大げさなんですけど、ただ体的に言うとそれに近いものが引き起こされちゃってるじゃないですか。90度っていうもしも一日中いたら死んじゃうような場所にまず身を置いてて、でそこから水風呂っていう急激な温度変化を出してるじゃないですか。で、この時になんかぼーっとする瞬間があるんですよね。さっきの水風呂結構大変っていう話を結構いただきましたけど、サウナにじゃあさっきみたいに10分入ってから水風呂に浸かってる時にちょっとボーっとしてくる時があるんですよ。それが超ニュートラル状態だと思っていて、私その時に自分の目標を思い浮かべるようにしてるんですよね。入ってくるから、その自分の心の中に本来の自分っていうのが浮かび上がろうとしてる段階なの。なので意図的にこういった極限状態を体験できるっていうのがディープリラックスを生んでる状況っていうふうに思ってますね。なんとわかりますかね、この感じ。はい。なのでサウナっていうのは実はまあ非常に単純な行為に見えて、いろいろなメカニズムとさっきのまあちょっと松本さんにはお話ししますけど、医学的なエビデンスもちょっとあってですね、健康にもいい。ありましたが、サウナの捉え方は皆さん千差万別ですね。ちょっとサウナインタビューで整うとは何ですかっていうふうに聞いた回答があるんですけど、ある人は平穏な状態のリセットで美味しくご飯が食べられてぐっすり眠れる、こういうシンプルな回答で、もうこの人は精神が落ち着いていて、自分自身とのコミュニケーションの時間である。最後のこの3つ目の人は全てを許すことのできる感覚、
自分がどこまでも飛ばされる空を飛んでいくのか、ちょっとやばい感じなんですけど、違う、これ違う、そうで、こういうことを言う人は結構いるんですよね。そう、なんかハイになってるっていうか、薬物中毒者じゃないかみたいな、ただし合法みたいな。でもこれのコメントが出ちゃうってすごくないですか、うん、そのぐらい合法なのに、しかも健康によくて、ね、取り入れられることってほんと少ないと思うんですよね。まあさっきのランナーズハイがそれなのかなっていう、うん、だから、ね、ランナーズハイになるまで走るってなかなかすぐできないですけど、サウナだったら、まあ、割とすぐにできるって感じで、まだ誰も発見してない宝物みたいなものなんですよ、このサウナの整って。ぜひ皆さんも自分の中からその宝物を探してほしいと思います。で、サウナ大使のさっきの茶道の著者が言ってですね、サウナを極めるともはやもうサウナに行かなくてもいいすごい状態すごいじゃん本当にびっくりしたんですけど、まあ、この人はまだサウナ行ってる派なんですけど、うん、サウナの協会の会長がですね、まだ館内着とかに頼ってんのみたいな、まだサウナとか入っちゃってんのみたいな感じらしいんですよ。もうもはや家にいても整うみたいな、その サウナトランスとはすなわちフラッシュバックだよって言ってて、つまりサウナトランスを想像しただけでもトランス起きてるっていう究極の状態だから、なんかもうすごい世界に入ってるなって、こういう話を聞くと。そのレベルまで行くと日常の中でももうすでに整うみたいな感じになりますので、だからメンタルコントロールの最終境地に行けるっていう可能性がある。それがサウナって言うんですね。この人はまだまだそこまで行ってないって言うんですけど、まあ、サウナスパ協会の会長が一応もう年に1回もサウナに行かないレベルに達しているということですね。まあこういう人もいるんだ。すごいですね。自分がサウナになったらいいんだよ。ああ、そうそう。最終的には自分がサウナになる。で、この田中勝樹さんもこの会長と話すと、すっごい満たされるらしいんですよ。なんか、包み込まれるみたいな。満たされてる感じの顔になってます。そうそう。サウナで上がった時の顔ですか。なので、そうだから人間的に人々を包み込めるようになっていければいいですよね。自分がサウナになって。サウナから得たものを次は誰かに伝える。与える。自分がサウナで包むか、まあそういう人もいるということですね。でちょっと最後になりますけど、私の結論としてはサウナとはもう一人の自分に会いに行く場所であるというふうに示させていただきたいと思います。サウナで、得られるのは本当の自分です。本当の自分に会いに行けると、もう一人の自分がそこにいるので、だから私ちょっと引用するのがですね、矢沢永吉さんっていうじゃないですか。あの人がすごい面白いこと言ってて、俺はいいけど矢沢なんて言うかなって言ってたんですよ。なんか聞かれた時に、俺はいいけど矢沢はなんて言うか分かんないよって矢沢永吉が言ってるんですよ。意味分かりますかね。その要はその体の中に2つの精神性が備わってるっていうことで、これは別に矢沢だけじゃなくて全員に言えると思うんですよね。その職場での自分みたいなとか、友人の中での自分みたいな、あらゆるコミュニティの中に自分っていると思うんですけど、サウナの自分ってかなり本来の自分に近いと思うので、それに会いに行ってください。私はだから荒井に会いに行くみたいな、矢沢みたいですけど本当の荒井に会いに行こうと思って毎回サウナに行ってますんで、ぜひ皆さんも本当の自分に会いに行くっていう視点で行ってもらうと会えますんで、その時が真のサウナになった瞬間じゃないかなと思っております。はい、というわけでですね、一応これで、はい、終わりにさせていただきたいと思います。ぜひ1週間以内にサウナに行って、ちょっとどういうふうに整ったかとか何を見つけたかを教えていただければ嬉しいなと思ってます。で、まあ、冒頭でも言いましたけど、今年からサウナ大使っていうかプロサウナを目指して頑張っていくと思う、情報あれば教えてください。